あれから2週間、帝都での大混乱はようやく収束に向かいつつあります。いまだ皇帝陛下の昏睡が続く中、オリバルト殿下の葬儀も執り行われ、昨日帝国中央議会の臨時議会において国家総動員法が全会一致で可決しました。これは一連のテロ事件を主導していたカルバード共和国に対抗するものであり、全国民、団体、両方に最大限の協力を求めていくことを定めたものとなります。具体的には兵役の義務、配給制の導入、各種物資の提供などをお願いする形となり、
テイト・ヘイムダル知事、カール・レーグニッツ長官、まさか知事職を一時的に離れカイトの統括者に就任するとはな。いよいよ政府も本腰を入れて盤面を進めるつもりなんでしょう。この町に徴兵事務所が開かれ、令状が届き始めるのも時間の問題。うかうかしていられませんね。私たちトールズ卒業生も。ああ、未だテイトの闇は見通せず、フェリスたちの安否も確認できていない。決起軍は動き始めたようだが、彼らに期待するのも筋違いだろう。我々は我々で、他の者たちと連携して動き始める必要がありそうだ。ええ、そして私たちの誇りにして遊郭の志士を体現する彼ら、私の後輩も所属する7組とも。おお、お前ら久しぶりだな。元気にしてたか？ああ、結構ハードだったな。昨日の夜に戻ってこいつと引っ越しの準備をしてたんだ。さすがにちょっとヤバくなりそうだからな。あ、そうだ、ロジーヌの姉ちゃんからも伝言を預かってるぞ。しばらく会えなくなる、ごめんなさいってな。ミストの情報通りか。あの姉ちゃんに見つかる前にとっとと退散しないとな。
ここが第二分校。でもマカロフ教官、どうしていきなりこんな。さてね、まあ最悪なカリキュラムの片棒を担ぐことになりそうですが。こんな形で裁縫することになるとはな。へえ、なかなか良さそうなところじゃん。なんとかって博士が作ったっていう訓練要塞もあるみたいだし、坊ちゃんがお役目を果たしてるうちに一通り遊ばせてもらおっかな。まさかこの規模の軍事パレードがいきなり開催されるなんて、いくらなんでも段取りが良すぎだろう。あいつらのことは心配だけど、帝国軍人として果たすべき使命がある。この国とブリジットを守るためにも、あの話やっぱり受けるべきかもな。ビビたちは消息不明、7組に至っては痕跡すらなしか。ノートンさんの様子もおかしかったし、しばらく帝都から離れるべきかもな。言うまでもなく苦しい戦いとなるだろう。過去エレボニアが経験したどんな戦争とも比較にならぬほどに。
だが始めるからには帝国軍の総力と最善の戦略をもって当たるつもりだ。ラインフォルトグループの協力により現在史上最大の戦力が集まりつつある。少なくとも年内までには全ての決着をつけることをお約束する。ここで全国民の皆さんに大本営で決定したことを発表します。カルバード共和国を駐するための史上最大規模となる正当作戦、ヨルムンガンド作戦。それが来たる X デーに始まる作戦名です。ヨルムンガンド、おとぎ話に出てくる世界を飲み込む大地の竜か。胸クソ悪くなるくらいぴったりの名前ね。こちら銀線、ヨナ君、聞こえているかしら。
戻るのが遅れた。はい、久しぶりね。ちょっと事情があって同行させてもらったんです。イリアさん、医科大学から転院するらしい。アルモリカ村の近くにできた療養所でリハビリを続けるって。大変なことになったな。ひょっとしたら僕の故郷は。神様、かなりの確率で帝国に滅ぼされるでしょうね。そう、お前。終末の竜は動き始めました。神様はすぐにでもこの地を離れ、レミフェリア方面に逃れてください。長老からの許可もいただいています。嫌だ、エリーさんたちを放っておくなんて。ヘイユエだからこそできることもあるはずだ。お前もそのつもりで戻ってきた。失礼。いや、博覧竜殿、少し遅れちまったようだな。帝国軍情報局の、いえいえ、スケアクロウ殿、以前からおっしゃっていたビジネスですか、それとも。いや、そっちは別口が動いてる。ビジネスの方だ。総督閣下が戻ってくる前に詰めときたくてな。望むところです。それでは条件面について。それじゃあ未だにティオの消息はつかめないんだな。ええ、力になれなくてごめんなさい。私の知り合いも含めて軒並み行方がつかめなくってね。これからデート以外も探るつもりだから、焦らずに待っていてちょうだい。別にそんなに焦っちゃいないけどさ。どうせあのランドルフとかも近くにいるんだろうし。と言っても例の宝刀王子があっさり爆殺されたくらいだからな。あ、悪い、ちょっと口が滑った。その心をしっかり持ってくれよ。ありがとう。先ほど伝えた通り、ルーファス総督は現在帝都よ。絶好のチャンスを逃さないよう、あの子たちをサポートしてあげて。はっ、言われるまでもねえぜ。ふぅ、ああいう空気は苦手だぜ。あのスチャラカ王子の恋人か。意外なような、お似合いのような。来た。ヨナ、そろそろ所定位置に到着する。バックアップの方よろしくね。ふっ、任せとけっての。シェラ君、これを預かっててくれ。もし僕に何かあった時にも、それがあれば皆をつなげられるから。頼んだわよ、エステル。ヨシュアに、レンたちも。
はなんとかクリアね。でもありがとう、大変な状況なのに協力してくれて。特にロイド、手配の方は大丈夫なのかい？ああ、アリオスさんやリーシャ、ノエルたちが撹乱してくれたからな。こちらこそありがとう、わざわざ来てくれて心強いわ。でもまさかこの子までついてきちゃうなんてね。レンも久しぶりだね。それにしても相変わらず溢れんばかりの可愛さ。キアちゃん、ちょっと抱きしめさせてもらってもいい？うん、別にいいけど。ぎゅー、たまらん。はぁ、まったく。ほどほどにしておきなよ、エステル。僕たちの目的はあくまで情報収集。テートで何があったのかなんだから。そうだった。ティータたちとも連絡が取れないし、戦争まっしぐらみたいだし、おまけにオリビエにトバルさんが。ああ。オリバルト殿下か。俺たちも随分お世話になったな。信じられないわね、本当に。私たちの方もティオちゃんにランディ、ユーナちゃんとも連絡が取れないし。それでリベールでの接続実験でレンが何かを観測したんだよね。ええ、リベールの ZCF とクロスベルのエプスタイン財団支部、それと帝国の RF の間で行われていた動力ネットの無線接続実験ね。2週間前のあの日、大量の情報がテート方面からアップロードされたわ。おそらくは暗号化された霊視情報、テートの異変の手がかりなのは間違いない。そしてその大量のデータはこの塔の中枢へと送られている。魔導区画だったか。青きゼロの計画のための儀式の区画があったそうだね。なあ、だが帝国の占領後、総督命令で封印されたと聞いている。扱えるのがベルたちクロイス家の錬金術師だけだったみたいだから。でもそれがこの状況で何らかの形で利用されている。いずれにせよ、私たちの目的は一致してるわね。あの日テートで何があったか、今何が起きつつあるかを見極める。ああ、戦争の背後にあるらしき帝国で進行している裏の事情、それを解き明かさない限り今後の方針も立てられないからな。よろしくね、エステルさん。ヨシュアさんにレンちゃんも。ああ、こちらこそ。ロイド、エリー、キーアちゃんも。うん、頑張る。久しぶりに遊ばせてもらうわ。
ン作戦。黒いスケの猛襲によって築かれた魔導工学の成果か。見たところ本格的には稼働していないみたいね。ああ、独立国時代に潜入した時は露骨に怪しげな雰囲気だった。そうね、あの時はクロスベル中の霊力が吸い上げられていたみたいだし。うん、でも限定的だけど起動はしてるみたいだね。来るよ、みんな。魔導のゴーレムってやつ？ええ、錬金術の産物でしょう。アークス2は調達済みだ。リンクで連携して撃破しよう。ああ、それからブレイボーダーも試そう。キーヤちゃんは下がっててね。うん、でもサポートはするからね。かかってこい。てか、しつこいな。行くよ。強行突破だ。レイジングハンマー。参る。行くよ。任せて。はっ、はっ、よし。やっと崩した。もらった。終わりだ。やったな、エリー。俺たちの勝利だ。ええ、これもロイドのおかげよ。なかなかの手強さね。ああ、このまま登るとしたら気は抜けなさそうだ。ふう、二人ともさすがだな。さすが永久目前と言われているだけはありますね。せ
ベラネイ・アガットと比べたらまだまだだけどね。風の牽制と比べてもまだ道半ばってところかな。二人とも結構いい線いってると思うけど。そういう君こそものすごい獲物を使いこなしてるというか。うんうん、かっこいいね。ありがとう。まあ元執行者としてもう少し勘を取り戻したいけど。そうか、そうだったな。その確かヨシワさんの。あ、執行者ナンバー13、漆黒の牙を守っていた。レンはナンバー15、殲滅天使ね。ちょっとした黒歴史ってところかしら。だったら遠慮なく当てにさせてもらうとするよ。私も精一杯ついていきますから。うん、よろしくね。キーヤちゃんもサポートよろしく。さっきの横断もすごかったよ。うん、任せて。ヨナのハッキングによれば、この最上層に集中端末があるらしい。そこに俺たちが求める情報があるはずだ。了解。それじゃあ始めるとしましょう。特務支援課と遊撃士協会による2年ぶりの共同ミッションを。ええ、行こうみんな。ゴーゴー、ミッションスタートね。しかしとんでもない空間ね。どのくらいの高さなんだろう。100アージュくらいかな。ええ、クロイスケの資料によるとそのくらいだったはずだ。ヘイ、チャンスだ。そこだ。楽勝ね。僕が相手だ。俺の番だな。おーはー、僕が相手だ。うん、悪くないかな。僕が相手だ。レンの番ね。踊りなさい。チャンスね。そこだ。私の番ね。ちょろいちょろい。お疲
レイジングハンマー。耐えられるかしら。これで終わりよ。隙ありです。そこだ。マイル。俺の番だな。おーはー、あたしの番ね。そこだ、黒影人。僕が相手だ。そこだ。もらった。行くよ。さてと、えい、隙ありです。そこだ。行くわよ。チャンス。遅い。僕が相手だ。はっ。うん、悪くないかな。頑張ったね。
出たか。ああ、こういった捕獲と中央を交互に行き来する構造だ。まあ、そばかすくんの情報だと今はショートカットできそうだけど。やっ、やっ、そう、一気に行くぞ。マイル切り裂け。行くわよ。はっ、行くぞ。おーはー、まだまだ行ける。まだこれからさ。整備用のはしごみたいだな。
敵よ。みんな気をつけて。
める。切り裂け。よし、おーはー、今だ。甘々でいいわよ。踊りなさい。あたしの番ね。はっ、ちょろいちょろい。あれって昇降機？うん、あれで一気に上まで行けるはずだよ。難敵だ、気合を入れよう。強行突破だ、レイジングハンマー。これで決める。トウ、ライジングストーン。踊りなさい。隙ありです。そこだ、僕が相手だ。僕はもう迷わない。はぁ、キギファントムライド。そのまま眠っていいよ。レンの番ね。そこだ、黒影陣。行くよ。切り裂け。崩れた。もらった。甘いわ。行くわよ。踊りなさい。僕が相手だ。崩れた。もらった。さすがはヨシア、ドンピシャね。エステルとなら当たり前さ。
しかし魔導区画か、本格稼働していなくて何よりだったみたいだね。ええ、もし稼働していたら倍以上の時間がかかったでしょうね。チャンスだ。帝都方面からの霊視情報が送られたという集中端末か。ああ、2年前にはなかったが、その後に増設されたみたいだ。レンちゃん、お願いできる？ええ、任せてちょうだい。これでよし。キア、手伝ってちょうだい。いいよ。何すればいいの？メガネ君によれば、この集中端末は結社が使うアストラルコードで構築されたシステムを採用している。5次元化された強度の霊視暗号、解除には天文学的な時間を必要とするわ。でもあなたの水先案内があれば81の工程をスキップできるはずよ。ああ、なるほど。だったら時空間の外側をマトリクス化していく感じかな。それでいいわ。早速始めましょう。すごすぎるキッズたちね。というか5次元って何を5次元って？アストラルコード、結社の使徒たちの通信に使われる技術か。ええ、それをクロイス家の人間が応用して儀式のために利用したみたい。問題はどうして帝都からの情報をこの場に送らせたかだが私が要請したのだよ、総督閣下ととある筋に。気配が。あんたたちは？そちらのあなたは TMP の？鉄道憲兵隊所属、クレア・リーベルトです。ロイド・バニングスさんにエリー・マクダエルさん、エステル・ブライトさんにヨシュア・ブライトさんですね。人違いじゃない？この場で身分を肯定するのは避けさせてもらいますよ。はあ、別にそれは構わない。むしろよくこの場所に狙いをつけたと感心しているくらいだ。さすがはかの白面殿に仕込まれただけはあるようだね。アンデスって？まさかあなたは。結社の13工房に参画していた帝国に存在する知性の集団、結社を裏切り鉄血宰相と手を組んだ黒の工房の責任者ね。ご明察だ。かつて前三中の白面殿とはそれなりに懇意にさせてもらっていた。自立稼働型の小型戦術核のテスターになってもらう形でね。14年前のハーメル事件でも多少は役に立ってもらったものだが、
どういうことだ。それって教授が帝国の主戦派をそそのかして起こしたっていう。どうやら隠された事情がいろいろとあったみたいね。ここにあるデータを解析したら少しはわかるということかしら。はあ、暗号を突破できたら遠慮なく覗いてみるといい。もっとも我々三人のカイナをかいくぐることができたらば。だが三人、まさか久しぶりですわね。私が予言したように随分あがいてるみたいですわね。ベル、マリア・ベルさん、ついにこの地に戻ってきたか。帝国政府と対立しているはずのあなたたちがどうしてここに。あら、聞いてないんですの。結社は鉄血殿と手を組みました。いえ、軍門に下ったと言うべきかしら。あ、どういうこと。まさかテートで起きていたことというのは。オズボーン閣下と結社の共闘のお披露目、その結果として始まった大いなる黄昏というわけだ。大いなる黄昏、ろくでもない想像しか浮かばなさそうな名前ね。そっか、やっぱりあの時の黒い波は。司法の力は失ったとはいえ、キーヤさんには見えるんですね。さすがは黒い助の猛襲が生み出した元人造司法と言うべきでしょうか。ベル、あなた。ううん、別にいいよ。キーヤはその通りの存在だったし、ベルには感謝してるところもあるから。ロイドやエリーたちに出会わせてくれたこととか。キーヤ、キーヤちゃん。成長しましたわね。あなたはそれでいいでしょう。それにしてもまさかブライト家の方々もいるとは。特にナンバーフィフティーン、殲滅天使、一度お会いしたいと思ってましたわ。レンも会ってみたかったわ。教授の後を継いだというお姉さん。なるほど、教授以上に立ちが悪いわね、あなた。褒め言葉として受け取っておきましょう。ちょっとレン、こんな人と気が合わなくていいってば。どうやらここにある情報に特にこだわっていなさそうだが。だったら強引にでも持ち帰らせてもらうぞ。レンちゃん、キーヤちゃん、私たちに任せて続けてちょうだい。ならばこちらも見極めさせてもらおうか。あれは教授が使っていた戦術核の一種か。クロウサギという子も使っていた。それら全ての原点ともいえる機体だがね。ゾア・バロール、久々の稼働テストに付き合ってもらおう。牽制の娘に元執行者2名、名高き特務支援課の諸君も。人形改造して使い魔にしたのね。錬金術師にとってはこの上ない素材でしたから。
あなたとは一味違う人形栗、とくとご覧になってくださいな。お二人とも戯れはその程度でお願いします。あの模様は最小直属鉄血の子供が一人、氷の乙女クレア・リーベルト、機密区画侵入の容疑であなた方全員を拘束します。来る、みんな気をつけて。戦術リンクオン、何としても食い下がるぞ。せっかくだ、良いデータに期待しよう。それでは制圧を開始します。せいぜい楽しませてくださいね。魔導の力よ、強行突破だ、レイジングハンマー、これで決めると。ライジングストーン、行くよ。僕はもう迷わない。はあ！キジ！ファントムライド！そのまま眠っていいよ。
僕はもう迷わない。はぁ、キジファントムライド、そのまま眠っていいよ。これで決めるとライジングストーン。貫けゾアバロール。初期モータルミラージュお返しよ。させない。こんなのはどうかしら。頑張って。ありがとう。私の番ね。強行突破だ、レイジングハンマー。私の番ね。変わってちょうだい。仕方ないわね。さあ、お楽しみの時間よ。それそれ。さすがのレンド。ですが、よし。ライジング
ストーン。ほう、想定以上のようだ。はい、最後のマトリクスだよ。でかしたわ。これでプロテクト解除よ。お疲れ様と言うべきか。まさかダミー情報じゃないでしょうね。いいえ、この状況下でそれを仕掛ける余裕はないはず。どうやら知られても本気で構わないみたいだな。ああ、2週間前の帝都で何があったのか、表と裏の真実の全てを。とうに終わったことだからね。君たちが全てを知ったところで今さらどうしようもないくらいに。ダウンロードを完了しました。ダウンロードを完了しました。よし、ルートは確保済みだ。撤退しよう。レン、キーヤちゃん。うん、はいはい、了解。また会えて嬉しいわ、ベル。でも最低よ、あなたは。ありがとう。私も自分でそう思うわ。愛しているわ、エリー。今度はまた近いうちにね。思いもよらぬ面々と開口できたようだが、いろいろとドラマがあるようだね。まあ、そのあたりは立ち入らないでくださいね。特務支援課との関わりはあくまで私個人の事情。黄昏と総国についてはきちんと手伝わせてもらいますから。まあ、数百年にわたる技術の盗っ人に手を貸すのは尺ですけれど。ホムンクルスの技術かね。君たちこそ人のことは言えまい。ゆりかごの技術の出どころはどこかね。地脈を使った英知の自己組織化などどこかで見た気がするのだが。あら。ギルド総本部と支援課関係者への各種対応はお願いします。氷の乙女ですか。なかなかそそる方ですわね。こらえきれぬ感情を危ういバランスで抑えているのがたまらないというか。いろいろとあったのだよ。もはや後戻りできないくらいに決定的かつ運命的な出来事が。ええ、そちらこそ気をつけて。プライベート用の動力メール、ずっとチェックしていませんでしたね。日付は2週間前。忙しくなりそうだから今のうちに送っておくね。帝都で撮ったあの時の写真、送るのを忘れてたから。帝都でミリアムちゃんとリーンさんがおとり捜査を手伝ってくれた時の、無事解決できたお礼に私がアイスをご馳走して。
これが帝都で起こった出来事の概要だっていうのか。信じられない。女の子を犠牲にして作られた剣、それを使って例のリンって人が暴走して聖獣を殺したって。そして始まってしまった大いなる黄昏、終末を導く不可視の呪いが帝国全土に振りまかれた。ハーメルの3人目の意地、まさかあの子が生きて、僕たちは気づけなかったっていうのか。この様子だと共和国との戦争にとどまらないでしょうね、この大陸を。世界の全てを飲み込んで食らい尽くすつもりかしら。でもティオにランディは絶対に無事だと思う。ティータにアガットっていうエステルたちの仲間も、それからこの七組って人たちも。キーアちゃん、そっか、因果が見えるんだったね。根拠は全然ないけど、ちょっとだけ安心できるわね。ああ、まだ何も終わっちゃいない。この様子だと開戦まで2ヶ月もないだろう。この呪いというのが本当なら。ええ、徴兵開始から半年前後と見ていたけど、超常的な力が働くとしたら短期間で準備を整えるでしょう。私たちはギルド総本部、それとリベールにこの情報を伝える。ロイド君たちはどうする？こちらは共和国、それからレミフェリアにも伝えようと思う。ちょうど今そちらの方で動いている仲間たちがいるからな。風の牽制にいいんだっけ？お互い行方不明の仲間もいるし、とんでもなく忙しくなりそうね。うん、でも絶対に取り戻さなきゃ。お互いがお互いの光になっていけば、何倍にも何十倍にも強くなれるから。キア、そうね、お互いがお互いの光になるか。ちょっとこっぱずかしいけど、なんとなくわかるかな。さすがキーヤちゃん、レンも成長したっていうか。ちょっとエステル、もう子供じゃないんだから。頑張ろうロイド君たち、それぞれの守るべきもののために、何よりも世界を終わらせないために。なあ、了解だ。帝国の彼らがどう動くかまだわからないが、それぞれの立場であがき抜いて光を見出していこう。